金曜日、今週もお疲れ様でした。あなたはこれから飲み会ですか？仲間たちと共に楽しい酒の宴、楽しむのもいいですが、そんなあなたに一つだけ忠告。それは、飲んだ後、必ず自宅に帰り着くこと。週末の金曜日、夜遅い鉄道の駅では、酒に酔いつぶれ、倒れている方をよく見かけます。特に規模の大きいここ、大阪駅での当然のように、見かける光景です。彼らが無事、自宅の最寄り駅に帰り着くことができるのか、他の乗客や職員さんは、気が気でならないのです。そして、何より一番心配するのは、あなたの大事な家や家族なのです。周りの人、あなたの大事な人を心配させないためにも、お酒は楽しく適量を、帰宅時も理性を保ち、きちんと帰宅する義務を全うできるようにしましょう。そしてこの動画では、ここ大阪駅から兵庫県の、各地、西和方、上郡、北は福知山まで帰り、国波南寺の、電車に乗らなければならないかを紹介していきます。以前の動画と同様、このようなルールに従い、各方面への最終列車発車時刻などの情報をお送りします。酒に酔いつぶれ帰れなくなってしまうことのないよう、あなたの最終列車をしっかりと把握しましょう。それでは最初に呼ばれる駅はこちらです。光月、19時45分発、新快速、播州赤穂駅が最終です。和田岬だと思ったファンの方、残念でした。平日は、割と遅くまで電車があるのです。話を戻して、光月破棄新線の駅の、中では、兵庫県で一番西の、駅、新型車両、キハ122型が乗り入れる駅ということで、今回調査対象としました。新快速に乗車し、姫路で光月行きの最終に乗り換えとなります。なお、一つ手前の佐与駅はもう少し遅くまでありますが、あと一駅、見捨てられた格好となりました。さすが、防軍士のドラマで、信長に見捨てられただけのことはある。続いてはこちらの駅です。久家村、船町口、本黒田、黒田省、日本へそ公園、比叡、新西和。以前北播磨の名列車で、紹介した、西和岸から北の各駅です。ただし、東海道線周りだと、光月よりも終電が早くなります。そこで、20時24分発の、丹波寺快速、福知山駅で谷川まで、乗車、谷川で、西和岸行き最終に乗り換えるルートで帰りましょう。まだまだ播磨のローカル線が続きます。千本、西久里須、三日月、播磨特急佐与、紀新線、播磨新宮から先の各駅へは、21時ちょうど初の新快速が最終です。姫路で、紀新線、佐与駅の最終に乗り換えです。ただ実は裏技があり、新大阪21時39分発ののぞみ125号でこの電車に追いつけるのです。タッチの差で乗り遅れた場合は、大急ぎで新大阪駅に向かい、新幹線に課金しましょう。和田岬、お待たせしました。あの駅です。神戸、兵庫と2階の乗り換えが必要ですが、21時15分発の新快速で帰れます。もちろん休日ダイヤでは終電が早まり、土曜日は19時22分発の快速に、日曜や祝日は16時30分の新快速に乗らなければいけません。ただ普通は三宮や新長田で地下鉄に乗り換えますよね。市場、小野町、青、河合西、青野ヶ原、八代町、滝野、滝、西脇岸、加古川線、薬人から先の各駅への最終です。21時45分発の新快速に乗り、加古川で西脇岸行き最終に乗り換えましょう。注意したいのは、土休日は大阪駅の出発が5分早まるところです。なお、青では北条鉄道の最終に乗り換えが可能です。こちらも奥の手があり、滝の滝、西脇市の駅へは、
22時ちょうど発の西脇行き高速バスがあります。到着時刻もわずかしか変わりません。はりまたかおか。呼べ、太一、本立つの、東鷲崎、播磨新宮。22時ちょうど初の新快速、網干行きが、姫路出来新線の最終に、連絡しています。なお、これまでの起新線と同様、新大阪駅22時39分発ののぞみ131号が、追いつきます。日岡、菅野、薬人、西あよい、佐古市、播州阿公。これで播磨の国のローカル線は終了となります。22時20分発、新快速の網干行きです。加古川で、加古川線の薬人行き最終に、乗り換えです。車庫がある関係で、このような区間列車が設定されています。姫路では、始発の阿公線直通列車に、同じホームで接続しています。この列車は、都休日には姫路止まりとなり、接続する阿公駅も始発ではなく、大阪21時50分発の快速電車となります。いよいよ、特急運行区間へも、最終となる駅が現れます。まずはこちら。丹波大山、下滝、谷川、貝原、磯生、黒井、市島、丹波武田、福知山。福知山線。笹山口から先の各駅への最終電車です。225系の6両で運行され、4番線から発車します。福知山へは翌日の0時36分に到着します。次の電車は最終となる駅が青梅です。阿賀保、播磨勝原、網干、辰野、相生、梅、上郡、万丹線橋口から、寺前までの各駅、23時ちょうど発、新快速、網干行きが最終です。網干自体もこの電車が、最終です。姫路で、大阪駅22時30分発の、快速上郡行きに連絡します。万丹線の各駅へは、寺前駅の最終に乗り換えです。乗り換え時間は3分とかなり短くなっています。もたもたしてると乗り遅れるので、注意が必要です。これで、姫路から先の電車が終了となります。広野、愛野、愛本、草野、古市、南八代、笹山口。23時30分発、快速、笹山口行きが、福知山線、新三田から先の各駅への、最終となります。終点の笹山口には、0時39分の、到着です。なお、車両は207系または321系が使われており、トイレがありません。気をつけましょう。なお、この列車を追いかける23時38分発、普通新三田駅が大阪駅から発車する福知山線の最終電車となります。新三田駅はまだ複数ありますが、それらはすべて尼崎で乗り換えとなります。いよいよ日付が変わります。かなり広い範囲で終電が残っていますが、ここからは全ての電車を紹介します。まずは西明石から先への最終電車が登場します。0時ちょうど発、新快速、姫路行き、加古川、姫路への最終電車です。西明石には0時44分に到着し、6分の乗り換えで、間の各駅へも帰り着くことができます。0時13分発、各駅停車、西明石行き、尼崎で、JR 東西線からの新三田駅最終に、乗り換えができます。0時25分発、新快速、西明石行き、西明石駅は大阪駅から50キロ以上も、離れているにもかかわらず、この列車が西明石への最終ではありません。それはなぜか、この次の最終電車が関係してきます。0時28分発、この方面への最終電車となる各駅停車、西明石行きです。JR 神戸線には、大阪を出ると西明石まで車庫がありません。なので、
この最終電車は各駅停車にもかかわらず、深夜の JR 神戸線を50キロ以上も走行します。そのため、あの中央線や京浜東北線を差し置いて、現在日本で最も夜更かしをする電車となっています。途中の尼崎で、JR 東西線からの宝塚駅最終に乗り換えができます。今回は最後に、JR 東西線からの最終電車もご案内します。と言いたいところですが、JR 東西線の各駅には、最終電車の案内が、意外と目立つところに掲示してありますので、皆さんのいる近くの駅で、探してみてください。例えば、北新地駅西改札の、場合、改札を入ったところにある発車案内の、右下にあります。改札外にも掲示を確認しているので、宴会の席までに確認しておきましょう。これによると、北新地駅の場合、戦術の新三台は0時8分、宝塚と西明石へは0時22分に、第1回の動画で紹介した学研都市線へ、は、松井山邸は23時56分、四条縄邸は0時34分に、発車します。いかがでしたでしょうか？この動画が、お酒の席にいるあなたの道しるべとならんことを、祈るばかりです。お酒は楽しく適量を、帰宅するまでが仕事ですよ。それではまた次回、ごきげんよう。